你是有什么原因来这个活动的？就是我就是比较入门的那个作画爱好者。首先我对那个两位就是中武哲也先生和冉然清高先生两位就比较崇敬，然后另外就是我正好有这个机会也可以了解一下日本动画业界的一些故事吧。主要是因为喜欢亚山老师那个监督的 Free Fly。我们就热烈的掌声来欢迎两位上场。好，那我们首先请两位就坐前那个自我介绍。では、まあ、かける前に一つそれぞれ自己紹介を簡単にお願いします。まず。はい、日本からやってまいりました、ウィットスタジオというアニメの会社で取締役プロデューサーをしております中竹です。本日はよろしくお願いします。最后是来自日本，来自 Wither Studio， 他是董事，他也是制片人，他叫中武哲也，请大家多多关照。はい、お願いします。日本から来ました押山です。東京で、アニメーションスタジオのスタジオドリアンという名の代表取締役をやっております。普段はアニメーターと監督をやってます。よろしくお願いします。ヤハさん、金高他在日本開發自己有一個自己开的工作室叫做榴莲工作室，因为他非常爱吃榴莲，他前两天给我们讲了非常多榴莲的那个乱七八糟的故事，然后他平时是做动画，他也会做导演。那请您今天大家多关照。とりあえずなんか押山さんのドリアン好きをちょっと軽く紹介しました。では掛け合ってください。好，请就坐。因为我们今天可能的一个主题是什么呢？可能我们之前做那个公告的时候有说过嘛，就是他们可能 Wither Studio 是一个比较年轻的一个动画工作室，但是那个就是势头非常迅猛。然后亚山先生自己是那个新一代的动画人的代表之一。我们今天想从一个年轻公司和年轻动画人的角度来做今天的一个讲座，从经营角度、从创作角度两方面来谈一下年轻人在这个行业内怎么混。那周老师有什么想法？没错。那我们可能首先，因为我们知道，可能一般我们会讲啊，日本动画行业的话，想问一下两位，他们年轻的时候都是怎么样？お願いします。もう日常的にテレビアニメーションでやってたらドラゴンボールとかはよく見てて、あとは映画だったらやっぱりスタジオジブリ作品、まあ、定番ですね。どうぞ。あ、僕ですか。僕なんか生徒がじゃないですか。おもっちゃまくんって知ってます？はいはい。あ、まあ、我そもそも役名は分かんない。おもっちゃまくんはさ、なんかあのキャラクターのイメージはすぐ湧くんですけど、チームフォアどう訳されたか分かんないです。いや、分かんないですね。おもっちゃまくんとか、うん。ね、有一个非常有钱的小学生的一个叫小少爷，但是我不知道中文名叫什么，但那个形象我一搜就可以搜得出来。你平常有没有人看过？说日本估计也不知道。看。金持ちのお坊ちゃま小学生が亀の上に乗りながら学校に登校するんですよ。お坊ちゃま君のお小遣いが月1500万なんですよ。で雇ってる亀 の、 あのお小遣いが1500円です。あ、なんかこれは人めっちゃ面白そうだね。你们两位就说也说他们你们小时候看动画都是看的比较普通，也没有那么沉迷，是不是？僕はドラゴンボールだいぶのめり込んでて、あのコミックは読むし絵は描くし、もうコミックの隅々の鳥山明の絵を見て模写したりしましたけど、隅々まで見るからあの絵の間違いに気づくんですよね。フリーザの足の指が3本しかないはずなのに4本になってる絵とかがあるんですよ。これはアニメの方、漫画の方です。漫画の方、有時候那個フリーザの我們叫大王的那個腳是三個手指脚趾，但是他有时候会画成四个脚趾。ここはペンタを塗り忘れてるなとか。啊，然后有一天会忘记涂黑。いやいやいや、まあ週刊連載なんで。はい。我看到这个周刊漫画连载非常辛苦的一个事情啊，那个他们原那个包含一下。コミックで修正する時間も多分ない。ああ、単行本は特に修正されてない。中根さん漫画とかよ。漫画、あ、僕あれですね、幽遊白書とかすごい読んでましたね。すごい面白かったですね。あの。な
レーガン1日に1回しか打てないとか設定がもうなんか、まさにあの中二の心を突き動かすそうですね。ドラゴンボールでいう火曜剣みたいなもんですよ。ああ、そうですね。確かにドラゴンボールでいうとあの本気を出すときに重いものを外すっていうのがいいですね。ガーンとさってあれいいですね。あれ小学校の時流行りませんでした？そういうのありました。ありました。これから俺本気出すよみたいな。あ、そうそうそう。そう、なんだよ、ピッコロがその、あ、そう、肩パッと外したらすげえ速くなるんですよ。あ、そう、やりました。そう、そう、小学生。お前年代は僕82年生まれ。あ、何年代じゃあしゃい。あ、僕79年です。79年。じゃあドラゴンボールちょうど小学生時代読んでる。いや、そうですね。なんかまたずれますけど、ギニュー特選隊、ギニュー特選隊いたじゃないですか、はい、あれで僕身長低かったから、はい、あのグルドンだったグルドンこれやるしかない。あ、やばい、やだせめてジースにしてもらった。ジースよかったっすね。でもね、時を止められる能力だから本当は一番強いはずだったんですけどね、はい、そう使い物せなかったっすね。まあ一気にベジータにベジータに殺されましたベジータに殺されました。殺されました。はい、ちょっと外れましたんで、まだ、はい、那我们来问他一下，他们两位什么时候开始准备进动行业？大概在哪儿？あ、いや、そうですね、僕もなんか東京出てからですね、二十歳ぐらいの時に、まあ、実写の映像をやるか、まあ、映像関係なんかやろうかなみたいな、そんな悩んでた時でした。はい、では映像を勉強してるというか、してたという感じですか？あ、最初はあのゲームの専門学校入って、あの信長の野望ってゲームがあるんですけど、有一个姓陈的野望有打过的选手。あれで信長の野望やった人。うわぁ、すごい。うわ、あれ、信長の野望で武田信玄って出てくるんですけど、はい、あの武田信玄の寿命が、あのいつもその天下統一の前で死ぬんですよ。でこのプログラムを変えて武田信玄をあと5年生きながらえさせようと思って、で光栄に入りたかったっていうですね。光栄ってゲーム会社から応援してます。はい、でもなんかこう、多分まあ信玄はもともとまあ他の武将よりはちょっと上の世代ということが、はい、なんか結局なんかそこまで生きられないみたいな感じだったり。いやー、そうですね、ちょっと最後病気にならなかったら結構いけてたんですけどね。でそれでなんか映像に、映像に。あ、そうですね、学校のそのお勉強の一環で自分で映像を作りなさいみたいなのがあって、でそこでこう実際そのカメラ回して、で編集して、でこう音つけてみたいな作業やって、そこで、あ、映像面白いなと思いましたね、はい、で、その後にその、あ、さあ俺も就職するかという時に、まあ、学校にその、ね、何でしたっけ、こう応募が来るやつ、会社からその、はい、あ、そう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 、それで、あのプロダクション IG と、はい、テレビマンユニオンがあって、はい、でどうすっかなって悩んでたら、アニメやってた先生が、お前制作進行向いてるぞ、プロダクション IG 行っとけみたいな、何すかみたいな、あ、はいはいはい。どこが制作さん向けだと思われてたんですか？あ、なんか悪口を言われてもあんまり傷つかない感じのこれにつきますね、だな。で履歴書に好きな作品で広角機動隊って嘘ついて書いたんですけど、そうで漢字広角の広かな、漢字間違えちゃって、あ、今回の本だ、这个汉字太写错了。いや、そうですね、お前好きじゃないだろみたいな言われて、然後就暴露给 IG 了。好きですけどねみたいな。でも通った、運よく。そうっすね、運よく通った。はい、そんな流れです。はい、では、おしゃばさんなんかきっかけとかあります？まあ、子供の頃から絵好きで描いてたっていうふうなのがまあ最初だと思うんですけど、高校生ぐらいの時に「もののけ姫はこうして生まれた」っていうそのジブリのメイキング映像が番組で流れて、それでアニメーターを初めて認知したような、はい、なんかこっそりビリビリでさっきの「もののけ姫」のメイキングはこっそり流れてるらしいから過去の、まあ、過去結構見てます。こうして生まれたって、それまでそのドラゴンボール毎週見てるから毎週絵が違うなっていう風なのは気づいてたんですけど、他以前每周、他以前每周看龙珠，他发现龙珠每集的脸好像不太一样嘛。絵がいい
回と縁が悪い回とっていろいろあったのを気づいてました。まあ、でもその理由が気候が分かるのはもっともっと伝わってたかと思います。それで目指そうとしてたんですか？で、そこでは目指そうとは思ってなくて、まあ、面白そうな仕事だなと思いながら見てて、でその後高校卒業して専門学校を入ってたんですけど、まあ、それアニメになって 3D を勉強する学校だったんですけど、そこで、実際に、まあ、そうです、就職、まあ、田舎の専門学校だったのでアニメーターのリクルートはなかったんですけども、いざ就職ってなった時にイラストレーター、漫画家かアニメーターかで どれがなりやすいかって言ったらアニメーターが一番なりやすいです。あとはその書店で当時ようやくアニメーションの原画集みたいなものがちょっとずつ書店に並ぶようになってきた。で当時そのカーボーイビバップとかそういうアニメだけどもすごく面白い物語が面白いようなアニメとか、あとフリクリとかでその何ですか、絵柄でかっこいいみたいな、はい、そういう風なものの原画集とか見てちょっとずつアニメーターの絵が描きたいっていう風になる。しかし僕が出た専門学校は田舎だったんで さっきも言った通りアニメーターの募集がないんで、とりあえず地元で就職活動しませんでした。でその後1年半ぐらいずっとアルバイト、郵便局のアルバイトをして、はい、なんか細々と東京ぐらい、とりあえず東京上京してアルバイト生活をしていました。ろくに絵も描いてなかった時期なんで、いや、今考えれば不毛な時間です。いや、なんだよ、ほら、おめえ。でも実際東京に行ってアニメスタジオを応募していく感じですか？その後、そうですね、その後アルバイト、このままじゃやばいと思って、はい、そのアニメ制作会社を何個か受けて唯一取ったのが G ルックだったんですね。ちなみにプロダクション IG も受けたんですけど2時まで行って落とされました。マジで？他去考 IG 然后他 IG 他进二面然后被刷了。 IG 損しましたね。いやでも僕 G ベック入って2年で辞めちゃったんで、多分 IG 入っても2年で辞めたかもしれません。他进了 G ベック2年、他进了帆船社2年就そういう意味では IG は正しい判断だったと思います。まあでも G ベックはなぜかなんかすごい人を輩出、いや、すごい、いっぱい輩出するじゃないですか。多分その普通の大手企業に入れないちょっと乱暴者なタイプがその下 その受け皿に入ってくるのが多分 G ベックだったんだと思います。要するにその会社でいいその優秀な歯車にならない人間がっていうのは、今どちらかというとそういう自己発信で多分業界内ちょっと目立つような存在として活躍しやすかったんだと思います。まあ、我们今天聊到了公司的事情，那我来问一下那个中谷先生，他们收人的标准是什么？こういう人、こういう人か、こういう人は採用したいな。制作進行採用とかだとやっぱ気が利きそうな人、そうですね、なんか明るそうでちゃんと話聞いてくれそうだったら、はい、なんかわりかし歓迎してる感じがしますけど、あ、你要人开朗然后能听人说话就能可能会比较受欢迎。あれですね、いや、なんか一回東大卒のその男子が来年大学毕业で、でその時にその、まあ、社長と僕とで最終面接やってたんですけど、どうにも我々の関係が気まずいと思って、で見送りましたね。あ、なんか喋りたいこと言った。あれですね、さっき押山さんが言ってたその歯車にならないアニメーターというのが、その SNS で情報発信したりとかしてますけど、多分制作進行の場合はその歯車になってくれるその連携プレイが得意な人が多分最も必要なんじゃないですかね。だからね、歯車って単語がなんか悪そうだけど、でもこうなんつうの、監督一人じゃアニメできないし、アニメーター一人でもやっぱ90分の映画とか作れないんで、やっぱみんないないとできないですよね。まあ、逆にアニメーターに対して割と暴れる人が欲しいですかね、どうさ。暴れる人、あれですね、そのアニメ、その作画を教える人たちは、まあ、わりかしなんか真面目に話を聞いてくれそうな人を多分採用する傾向があって、で自分とかがそのフリーの人とかにお願いするときは、わりかし暴れる人にお願いしたくなるというですね、この
相反する好みが実写育成の時はなんか安定する時は勉強してくれそうな気がするんですけど、なんかだいぶ出す時はもうあえて暴れられるかって。まあそうですね、その組織なんでその人間関係もあるから多分そこを想定して最もパフォーマンスが高くなる多分人材選びを会社ってやつは多分すると思いますね。はい、まあ、でもちょっと大きく言いたいのはでもそのこうやっぱ飛び切りアニメーターの才能っていうのが、はい、そのなんていうの映像の中で飛び切りいいシーンを生み出すっていうことではあるので、まあやっぱこう欲深いですけど両方を取っていきたいというですね、はい、気持ちですね。逆に才能の話が出てくるんですと、おしゃまさんは結構まあ夜途中から転身的な感じだったんですけど、多分才能、それは才能ですよ。どのタイミングの話なんでしょう。あの多分お邪魔さんが結構 3D だった時代だといきなりアニメーターに。いやでも 3D は学生の時勉強してただけで、はい、そのずっと僕は一貫して A しか書いておませんね。まあでも日本って基本的にフリーランス雇用しかしてないんですね、アニメーターを。要は個人事業主として事業、はい、業務委託しているだけなんですよね。で僕が最初 GBEC に入ったって言いましたけども、それは入社っていうこと、社員に入社したわけじゃなく、会社に入社したわけじゃなくて、あくまで契約を結んだっていう話です。そこで動画から研修を行って、まあ、現場に上がったってことです。ですからもうすごい給料はその安定してないんで、その取った仕事にかなりその左右されるっていう風な状況がその後ずっと続きました。その代わり、まあ、日本のアニメすごい大量に作られてるんで、さまざまなスタジオ、さまざまな作品に自分から、まあ、やりたいものを選んでって仕事をすることができました。まあ、一つのプロジェクトで一番長くても、まあ、2年ぐらいですね。スタジオジブリの風立ちぬっていう作品があったんですけど、それで2年関わったのがマックスに長いです。スタジオジブリは、まあ、アニメ業界の中では、まあ、すごく稀なケースで、まあ、基本的には社員雇用しているアニメーターたちで作ってるんですけども、はい、社員だけでやっぱりリスのスタッフだけで固めて作っちゃうと、どうしてもこう空気がよどんできてしまうというか、人間関係でギスギスしてしまうのでそういうふうに毎作品少数のフリーランス外部の風を入れるみたいな感じの枠に入れてもらえたっていうのがラッキーでした。やはりジブリに選ばれた理由とかもあります。逆になんか他の作品のそれきっかけになったのは忘年の残土っていう作品があって、それのアニメーションディレクターをされてた奥村さんっていう方がいたんですけども、はい、彼はもともとジブリ出身で、はい、その人とそのザンドで一緒に仕事したことによって、はい、なんかジブリの仕事で人が足りない人を探しているっていう方に僕を紹介してくれたっていう経緯で僕はジブリと接点を持ちました。那么我想实际上说到这个我就想问，因为他刚刚知道可能现在日本年轻人他都是要在一种很不稳定的状态下去做一个工作，不知道目前的日本年轻人是怎么来克服这样一种状态。アニメーターもいろんなやっぱり能力が高い人と、はい、なかなかまだ研修でいろいろ難しい人といっぱいいて、一概にその言えないんですけれども能力が高い人の話をすればもう別に何の問題もないというか、もう勝手に仕事が舞い込んでくるし、交渉次第でギャラも釣り上げられるしで、別にモチベーションがあんまり上がるような作品がないんだったらとりあえず金がいいところとか、お客さんがいっぱい見てくれるそういう、まあ、有名コンテンツに集まる傾向が最近はあります。つまり大きなコンテンツに数年上手い人が集まる傾向って、なんでしょうね、いやすごい他でもあって有名コンテンツにだからって集まるわけでもないっていうのがあるんですね。但其实也不是说有钱然后大 IP 来都会去。若い人はやっぱり自分の腕を磨いたりアピールできるような場所を選んでるんですよ。歴史のある有名コンテンツだとやっぱり作品のやっぱスタイルブランドがあるんで、はい、あんまりその実験的なアニメーションっていうチャレンジをさせてくれないんですよ。そういう意味ではアニメーションの遊び幅もあってで資本力もあるようなコンテンツには集まる傾向があります。あとやっぱり
自分の仕事を理解してくれるような、はい、あの方が責任者にいるような、はい、自分のスタイルが受け入れられるような作品をあのちゃんと選んで狙っていって、うん、あのやりに行っている傾向がある。なので、まあ、上手な人はあのあ結構みんな似たようなスタイルになることもあるし、あその近い作品に集まっていきますね。で僕たち逆にこういういわゆるなんですか、ね、資本力がある、まあ、ちょっと暴れられる、まあ、理解もあるっていうのはまさしくウィットさんの作品に多いと思うんですけど、いやいや実は意外とこう真逆だったりしてですね、あの真逆か、あの 作品性的にはその進撃の巨人とか、はい、鋼鉄城のカバネルとか、まあ、今のヴィンランドサガってやつもやってるんですけど、はい、あのカロリー作画カロリーが高いんですよ、はい、であの芝居の幅も多分その求められてるものが狭いからその大変苦しいのではないかと思っております。逆に、はい、狭いですか、要はなんかこうそんなに幅があるんですよ。あれですね、あのやってくれる人で言うとやっぱもう作品が好きだから頑張ります、はいですね、あリヴァイのカットだったら勝ちますとか、はい、だからコンテが上がってきてああリヴァイちょっとしか出てないみたいな、あじゃあ、ね、選手がラボオフェンディーなのにさ、いやーネガティスカーそういう時どうしようかなみたいな、あみたいな、こうマルボーズのコニーっていうキャラクターがいまして、うん、これは書きやすいですよとかこうそういうおすすめの仕方をしてますね。所以他只能去想办法去说服那些不肯画兵长以外的镜头，他说啊，你看这个光头科尼，他多么好画。全然騙されないですけどね。但是现在可能年轻人都不容易被骗。全然騙されない。はい、はい、ありがとうございます。割とこう、あ、なんすかね、若いうちに。なんですかね、例えば逆に今、まあ 40前後ですけど若い人にカットをそういうカットを書いた方がなんか後につながりやすいよみたいなアドバイスとかあります？あのアニメーターとしてはやっぱり あの動かせるシーンを撮った方が多分分かりやすく目立つんですよ。あのお客さん側が多分気づいてもらえる噂につながりやすい。名前を残しやすいですか？まあ、お客さん相手に要するにアニメを作る、はい、で一方で要するに B2B で、はい、要するに現場に向けてあのいい仕事を残すっていうアピールの仕方で仕事を獲得するようなアニメーターもいらっしゃると思います、はい、これは逆にどういうカットどういうスタイルだったら B2B に合うんですか？まず制作進行が喜ぶような仕事の受け方をしていればあの B2B になると。どういうカットがあります？あ、そうですね、確かにその ミニマムなビジネス視点だと確かにそうだなと思いますね。具体的な発注が来ますね。なんか、まあ、もう一歩あ視点上げればやっぱりその監督やキャラクターデザイナーが喜ぶ、そうですね、お仕事を目指せばあのそういうポジション1個上がる可能性もあるというですね、はい、それはどっちかというと手がかからないカットとかですかね。あの修正は少なくて済む、逆にあの遊んでなくてなんかこう演出を通せるみたいな、そういうあの、まあ、もう具体的なお話をすると、うん、テレビアニメーションとかってやっぱ予算が限られてるから、うん、それにかけられる